バニラスカイ。女の子はいつでもヒロインになれるな。月曜日手入れしたネイルで、火曜日の朝高めのヒール履いて、水曜日濃いめのファンデーション、ビューラーをしてしっかりマスカラ、FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間発信してます、シンガーソングライターのようこです。今夜のバニラスカイ、先週に引き続き可愛いゲストが登場してくれますので、最後までお付き合いくださいね。1曲目、皆さんにお届けしたい曲は Can't Stop My Heart というドライブにぴったりな楽曲なんです。ぜひこの Can't Stop My Heart はですね、1枚目の CDに収録した時と一番新しいアルバムに収録した時違うんですよ。聴き比べてほしいなっていう思いを込めて、そういつも応援してくださる方はね、違いをぜひ気づいてほしいなって思ってるんですけれども、初めての方はね、このバニラスカイ YouTube でも配信してますので、ぜひ聞きながらね、こう全国流通してるので配信でもゲットしていただけますが、とにかくこの Can't Stop My Heart を聴きながらドライブしてほしい、そういう願いを込めて1曲目お届けします。お聴きください、 Can't Stop My Heart。さあ
僕の手を取ってくれるかな。キャストバイキンズ溢れる気持ち伝えられたら、キャストバイキンズ今二人だけ感じの音を鳴らす、キャストバイハーツだか何ほども抑えられない、キャストだったい止められたなら君のそばを離れられない。それでは今夜のゲストもこの方です。うちの姫でございますが、シナンよろしく。こんばんは。ちゃんと自己紹介して。シナンです。もうちょっとゆるいじゃないの。しっかり、はい、はい。こんばんは。もう何回こんばんはを言うの。もう皆さん、まあいい子に育てたっていうことでお許しくださいね。こんばんは。こんばんは。もう3回目だよそれで。しっちゃん、はい、もう今度の春からね、あっという間に今日修了式だったんですよ、鹿児島はね。なので、あ、公立の中学校かなは今日修了式だったので、もう次の放送の時は中学校2年生だよ、うん、どうでしたか修了式。なんかこう、あ、1年生終わっちゃうとか思った？めっちゃ思いました。あ、やっぱ思うんだよね。でもあの2年生に上がる時は多分まだ2年生じゃなくて1年生かもって思う。そうだよね。やっぱさ、こう、あ、今日から2年生だっていうのはさ、まあ始める時もさ、今日からこうだっていうのはさ、なかなかこう思いづらいけど、終わる時って、あ、もう終わっちゃうんだって思うと実感するよね、うん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 、そこなのよね。だからママもさ、ママになる時に、なんていうの、まあシノンが生まれた時に、あ、ママだからしっかりしなきゃって思ったけど、なんていうの、例えば小学校6年生の卒業式に、あ、シノンが中学生なんてあっという間だなって思うけど、小学校終わったんだっていう実感も、なんかこう、なんていうの、何言ってんだお母さん、お母さん、そうそうそう、まあ、とにかくね、今になって子供が中学生になって、あ、そういえばうちの子小学生だったな、もう小学校の卒業式ね、うん、とかさ、もう終わっちゃってるけど、うん、その日にさ小学生見て、あ、うちの子ってちょっと探しそうになるわけよ、うんうん、だからね、なんか終わった後に全部振り返って実感する。もうそんなのばっかりよ。なんかここで例えばライブしたいとかさ、ここのイベントに出演したいって思ってて、まあ目標が叶うじゃん。そしたら、あの次の目標とか夢ができてるからさ、うん、なんか自分を褒めることなく、喜びもかみしめることなく次に進んでたから、うんうん、コロナのさ影響でほら、お家にいたりすることが増えてさ、うん、まあママもともとお家が大好きだからさ、うん、ね、もう早く、はい、仕事行っておいでってしのに言われないとね、うん、なんかなかなか、そうそうそう、腰が重たい、腰が上がんなかったんだけど、でもね、こうコロナの影響でイベントとかがこうほら、出演この時期にはしてたなっていうのを振り返るとね、やっぱりこう、あ、本当にありがたかったなって感謝するのよ。なんか、うん、なんていうの、まじまじと実感できると感謝する量も増える、う
うん、だから皆さん元気かなとかさ、うん、やっぱもう忙しいとさ1年1年会うのが普通だったから、うん、だけども1年2年って会えなくなりそうでしょ、うん、そしたらやっぱ皆さん元気かなって毎日思うんだよね、うん、で今便利なのがさ iPhone に写真があるじゃん、うん、日付とか時間とか場所まで出てくるじゃない、うん、そしたら誰とこの時何したって1年前はとか勝手に出てくるじゃん、うん、そうするとねなおさら思い出を振り返られるのよね、うん、だからよくねシノの変顔出てくるよママの携帯にあの可愛いちっちゃい時の写真かな変な顔まで勝手に撮ってるでしょ、ね、もういやわかるんですけどラジオで言うなと、うん、うちの子ね面白いのようちの子は毎日変顔してますみたいな普通の顔も変顔ですみたいな言い方じゃんそれ失礼だよぜひねあの YouTube いや言ってない言ってないママ言ってないよ C の顔は可愛いからいや皆さんそういう言い方ですよねいや嬉しいことなんですよ私のね顔が出ることはなんかそういつも毎日変顔を変顔が出てくるんだよねって毎日シノンがシノンの普通の顔が変顔みたいな言い方じゃないですかそれいやだからあれよシノンはね可愛いよまあほら私もお母さんだから自分の子は可愛いって言うけどまあみんな可愛いじゃんでこの仕事柄さいろんな方に出会ってさよくしていただくんですよ本当にこの子はもうね人との出会いが財産な子なわけこなわけですよなんだけどなんていうの私もさ全てを知らないんですよねだから携帯預けてる間になんだこの写真とかねユーモア溢れててさまあまあ変よ変な顔よもう親子だからしょうがない母親の遺伝がねいやいやいやそのまんまもうそのまんま受け継がれたのよ、うん、可愛くて変よもうそれでいいが皆さんでは今夜のバニラスカイスタートしたいと思います、早速ですもう明らかに今まで、ね、この10分近くなかったことになってますけども中盤ですがせっかくね今日私たちの、ね、日常とともにバニラスカイをお届けしているのでね感謝っていうのはやっぱ伝えたいなと思ってそれはねとにかく伝えたいことなんですね。で、今日はリクエストいただいてます。お読みしますね。ラジオネームけんけんさんよりメッセージいただきました。ようこさん、そしてスタッフの皆さん、FM ギノワンをお聞きの皆さん、おやっとさ。おやっとさというのはですね、鹿児島弁でお疲れ様ですとか、こんばんはっていう挨拶ですね。お読みしますね。今回のリクエスト曲は愛実です。最近私の知人女性がお父様を亡くされたと聞きました。私よりも若かったお父様、苦しい副作用にも負けずに全力で戦っておられた病魔に最後まで抵抗して愛する家族に見守られての旅立ちであったとのこと。大切な大好きなお父様を見送らなければならなかった知人女性の悲しみ、喪失感はいかばかりかと思います。そんな知人女性に送りたい曲が愛実。この胸の中にずっとという歌詞が彼女に届きますようにそして陽子さんや皆さんが今日も健やかであられますように合言葉は気張っていっかほい気張っていっかほいっていうのはですね頑張っていきましょうそでっていうねニュアンスの言葉です鹿児島弁ですねけんけんさんメッセージありがとうございます愛実っていう曲は私もね自分の曲なんですけれども歌詞は私が書いたんですけれどもね救われる曲ですぜひ皆さんもね聞きたい曲がないなとかさ今日なんか一人でいるのがしんどいなとかさあと自分自身ってなんだろうなとか考えたい時とかとにかくこう自分をリセットっていう言葉は良くないかなニュートラルにしたい時にぜひ聴いてほしいナンバーです。ミュージックビデオもね、陽子のオフィシャル YouTube にアップされていますので、そちらもご覧ください。では、けんけんさん、ありがとうございます。彼女が彼女らしく、そして彼女の大事な人も、その人らしく幸せに生きていくことを私も願っています。お聴きください。愛実。夢を見た名前を呼ぶ死なない声穏やか
真綿のような何も知らないその肌は誰も愛して息をするだろう。一粒の涙が頬を伝う前にあなたにまた出会うことができるなら、数えきれない夢もなくすことのない愛しさも、まばたきひとつほんの一瞬で光り続ける、光り続けてくこの胸の中にずっと、この胸の中にずっと。愛実、リクエストありがとうございました。もうさ、私の周りはさ、もう優しい人ばっかり、あったかい人ばっかりなのよって、もうシノンが泣いちゃったじゃんケンケンさん、ありがとうございます。ほんとね、もう私はさ、子育てっていう言葉を、子を育てるじゃなくて子に育てられる、育てられてるとか、あとね、子供を育てていただいてるっていう言葉かな。子育てってね、やっぱ解釈する人によってその人の人生変わってくるよなってつくづく本当思うんですよね。だからね、今うちの姫隣で泣いてますけどね、今日のゲストのシノンは泣いてますが、これがねやっぱりね大事なのよ。お母さんの陽子からしても、アーティストの陽子からしてもね、こういう時間を与えてもらえることに本当に感謝ですね。ね、しーちゃん。はい。そういえばさ、あのコーナー行きましょう。はい。ハピモノ。何度聞いても面白い。ハピモノ。うん。そういえばさって言ってさ、あの切り返すのも、もうラジオ DJ さんだったら失格だよね。はい、うん、まあでもまあシンガーソングライターなので多めに見ていただけますでしょうか。はい、では今夜のハピモノのコーナーでございます。しーちゃん行く？ママ行く？ママ？ママでいいかな。ではですね、ママのハピモノは、うちの娘の手でございます。これはですね、深くて浅いストーリーがございまして、うちの姫はですね、そうそう、手がね、あのちっちゃい時からムニムニして可愛いんですけれども、やっぱさ、子供の手って大きくなっていくでしょ。で、以前の放送で、あの私の3歳からの親友ひかちゃんの息子たちがもう可愛いんだってね、3歳と1歳になった男の子、こうちゃんそうちゃんが可愛いんだっていう話をしましたが、もうね、そのちっちゃい手が可愛かったしのんが、もう私とあまり大きさが変わらないわけですよ。でね、なんと自分の部屋がありまして、で自分のベッドがね、新調されまして、ふかふかして私よりいいベッドで寝てるんですね。あ、はい。で、私はダブルベッドに一人で寝てるわけですよ。そしたらさ、まあ、ちょっと最近仕事をする機会も増えまして、あの先に寝てることとかあるんですよ。夜リハーサルとかね、続いたりしてさ、そしたらさ、なんと自分のベッドがあるのに私のベッドで寝て待ってくれてるの。だってそれは、いや、ママが一緒に寝たい、一緒に寝たいって言うから。あ、そうそう、ママがね、そう、一応一言添えるんですよ、一人で寝てもいいんだよって。いや、でももうなんかちょっとね、惜しい、あのちょっとすごい、ね、そう、優しい優しいってことよ。だから帰ってきて、やった
私のベッドに娘がいると思って、まあ、寝るわけですよ。その時にね、手をねちょこんって私がね娘の手にちょこんってするのがもうハピコト、もう幸せやな、よし寝よって思うわけですね。でね、何よりもね、帰ってくるでしょ、ダブルベッドに4分の3はね彼女が支配してるのよ。大の字、何の字みたいな、大概もうあのアルファベットの K みたいな感じで寝てるからどこに寝ろって言うのよみたいな、そうもうだけどそれがね幸せ。もういつかほら大人になってさ、もうみんなさ、もう皆さん経験されてると思うんだけど、私もさ、もう一人になっていくのかと思うとさ、もうね幸せすぎるね、幸せだねなので私の今週のハピコト、ハピモノのコーナーですか、ハピコトは、うん、シノの手でございましたあの、ね、よくシノの手綺麗だねって言われるんですけど、うん、いいじゃん、嬉しいじゃん、うん、あれだよ、あの所作、所作って大事、みんなね手とかやっぱ美しいと思うんです、あの個性がねちゃんと出ていいと思うんだけど、よくさ私の手なんてっていう言葉があるけど、違う の、 あの見せ方、うんうん、あとよくね私美容師さんにさ、女性の美容師さんにお世話になるんだけど、あのね腕筋がね半端なくかっこいいのよ、女性の美容師さんも、やっぱハサミを持って筋肉がさつくじゃん、あの角度からいって、うん、あれ筋トレの効果的な角度ですかね、あの美容師さん、美容師さんがさハサミ持つこの手90度みたいな、あ美容師さん、そうそうそう、だから私いつもさお世話になってる方々に、うわっちかっこいいって、もうその筋肉がたまらないって女性に言う腕フェチだからママそうだからね、やっぱりなんていうの、その所作、こう仕草ね、そしてその方が生きてきてついてきたもの、うん、そういうのはやっぱりね、なんていうの、魅力として出るから、シノンにもそれが褒められたってことは、シノンにもその方にとってはやっぱ魅力的だったってことよ。そうですよね。そうそう、私はねもう、あ寝てる、手があるやったっていう、まあ、お母さんなんてそんなもんですよね、全国のお母さん、そう、そこにあるから、多分全国のお父さんも分かってくれると思う、あ寝てる、かわいいな、よくさほら寝てる時はもううちの怪獣ね、ちっちゃい子たち、うちの怪獣ちゃんたち寝てる時は静かでおとなしくてちょっと寂しいけど、でも起きてると元気だからとかいう言葉があるじゃんあんな感じ、うん、シノンの手はなんか指の長さより手の甲の大きさ、それね昭和の手って言われるんだよ、あらあのね昭和の手はあの厚みがあるって言いますよね、あの手の甲に、あらら、平成生まれだ平成19年よね、もうねいいのいいの、もう今時は令和そう、そういえばママ来月誕生日あ、私はね昭和62年なんですよ、だからさ皆さん、だからって話ですよね、そうそうそう、まあでもね年齢は重ねるものですよね皆さんね、うん、ではあっという間にもうこんな、なんていうの、楽しい時間はあっという間に過ぎちゃうので、ぜひ皆さん来週のバニラスカイも楽しみにお聞きくださいね。そしてこのバニラスカイ宛てにリクエストやメッセージ大募集しております。宛先は797@fmginowan.com 797@fmginowan.com バニラスカイ宛てにお願いいたします。お願いします。はい、今日も楽しかったね。はい、なんかさ今度からラジオも練習しようかね。うん、うん、だってする気ないでしょ、うん、だけどさあの普段からなんか変わんないもんね、なんか、うん、普通に話してそう普通に話してんのがなんかラジ、なんていうの、いい意味でノリツッコミしてエンターテイメントしてるもんね、うん、吉本新喜劇がお家の中であるみたいな生活してるのでね私たち、いいのか悪いのかは、うん、わかりませんけどねどっちもツッコミどっちもボケてるそうね、だからまあ皆さん各家庭にその家庭の色ってあると思うんですけれども、うちはこのままです、こんな感じですなので皆さんもねこの春大事な方と引き続きハッピーでね、もうスイートなスイートな時間をお過ごしくださいね。いいですか。はい、ちゃんともう一回返事して。はい、はい、いい返事だったかな、もう一回かな、うんね、じゃ あの大事な人とちゃんと幸せに春過ごせる人、はーいはい
間違いなくうちの子はいい返事だったので皆さんも引き続き素敵な時間をお過ごしくださいね。では今週も皆さんにとってめちゃくちゃハッピーでありますように、みんな一緒にバイバイハッピー。